はいどうも、林です。カンコレ冬イベ、春イベ実況パート5始めていきたいと思います。まずは最初に前回見忘れていた桂木さんの図鑑見てみようかなと思います。冬イベの時に天城さんのお話ししてる時にここは桂木さんなんじゃないかみたいな話はしてましたけれども、やっぱりここ桂木さんで生まれましたね。航空母艦の3番桂木さんです。桂木よ。はい。そう、正規空母。はい。ちょっと生まれるのが遅かったみたい。なんか、桂木さんは日本海軍が完成させた最後の空母らしいですね。ある意味私が一番なんだから。うん。なんか桂木さんも今なんか言及してたように、なんか戦時中は大した活躍はしてなかったらしいですけれども、なんかこう戦後に戦争が終わった後に各地に海外に散らばった兵士さんを日本にこう連れ戻すための復員艦として大活躍したらしいですね。本当になんか調べたら、5万人だったかな ?5 万人くらいの海外に取り残されてる兵士さんを日本に帰還させたということでね、本当に大活躍だったみたいですね。で、あと桂木さんのこのフラットなお胸に関してもなんかね、元ネタらしきものがどうやらあるようで、なんか、積む予定だった機関部分ですか、まあ、エンジンとかの動力とかそういった中枢部分なんですかね、が、なんか製造が間に合わなかったらしくて、駆逐艦のカゲロウ型の機関を積んでいたということらしいですね。まあ、それがこの小さな胸に反映されているのではというふうな推測がね、立ってましたけれども、まあ確かによく言われてみると、カゲロウや、知らぬいなんかをね、彷彿させるようなお胸ですけれどもね。まあ、お胸が豊満な裏風や浜風のカゲロウ型なんじゃないかといった質問は受け付けておりませんということで。それでは、今回はね、E の3かなの攻略やっていきたいと思います。じゃあ編成をちょっと組みます。はい、というわけでこんな感じになりました。ちょっと E の3の分岐条件についてはっきりしたところがわからなくてですね、いろいろと調べたんですけれども、なんか大雑把に言って重い艦隊か軽い艦隊かによって、まあ、最初の分岐の確率がちょっと変わるかな程度のことは書いてあったんですけれども、まあちょっとはっきりした艦隊編成条件みたいなのがわからなかったんで、結構私の好みで、決めてますし、まあ今後微調整加える可能性はありますと。まあ、今回重めの艦隊編成で行ってますね。まあ、軽めの艦隊で行った方が資材的にはね、消費は少なくて済むんですが、まあ、その分道中で大破もらっちゃう確率も上がっちゃうかなと思って、まあ、資材的にはまだある程度余裕ありますんで、まあ、重めの編成で行って、まあ、途中の事故率を減らして、まあね、ほぼストレートみたいな感じで突破した方が精神衛生上いいかなと。あとは軽い艦隊だとね、ちょっと電弾をなかなか詰めにくくてですね、索敵地が足りないかなと、で、それる可能性あるんじゃないかなというのを懸念しました。場合によっては巡洋に左右2つ積まなければならなくなる可能性もありましたんでね。まあ、索敵地に余裕のある重めの編成でいきます。はい。E の3に出撃した艦は E の4、E の5に出撃することはできませんので、まあその辺鑑みてですね、E の4、E の5、まあ E の3よりも難易度が高いであろう E の4、E の5に、必要な艦は残しておいて、まあその余りの艦というとちょっと聞こえは悪いですけれども、E の4、E の5を見据えた上での、まあ普段使わないというか、まあ2軍編成というとね、ちょっとあれですけれども、そんな感じの艦隊にしてます。まずは基礎ですね。まあ、北上さんとか大市に比べると、ちょっと、雷撃地が、まあ、不安、多少低くはありますけど、不安ってほどではないですよね。十分な活躍はしてくれると思います。はい。まあ、それに、北上さんとか大市とかばっかり使ってて、ね、実は動画内で基礎を使うの初めてなんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっと出してあげたいということですね。まあ、兵装に関しては、まあ、特に言及することはないでしょう。で、比叡ですね。はい。まあ、これに関しても、まあ、兵装に関しては何ら大丈夫だと思います。ビスコちゃんに関してもそうですね。何気にビスコちゃん改装してからまだ一回も使ったことないんでね。はい。まあ、この二人に関しては、まあ、普段あんまり使わないんで、今回ちょっとね、日の目を見せてあげたいと。もうほとんどこの二人演習しかしたことないですからね。演習でもうなんか回2まで、回2、回3まで行っちゃったみたいな感じぐらいあるんで、ちょっとやっぱりね、今回晴れ舞台ということで。で、ナッチですね。はい。まあ、これに関しても、まあ、特に言及することないかな。まあ、従順二人組に関しても、はい。まあ、普通です。ごく普通ですね。はい。
で、順陽さん、はい、まあ、対空、航空優勢取れるように、烈風回を一番多いスロットに積んで、まあ、あとは普通ですかね、まあ、T 字浮流排除と、あとは索敵時確保のために左右に積んで、あとはまあ、この辺みたいな感じで、まあ、似た、いつも通りの装備みたいな感じですね。こんな感じでいきたいかなと思います。なんかね、出撃した直後にエラー入ってですね、なんか、まともに戦ってないのに、お札ついちゃった、みたいな感じになって、なんかちょっと、なんか不本意だな。まあ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 、しょうがないでしょう。なんかちょっとね、重かったんですよね。まあなんで一回再起したんですが、気を取り直して、作戦じゃないよ、おっぱい揉ませてほしいんで。気を取り直して、これちょっと、やっていきたいと思います。はい。よし、じゃあやっていこう。出撃開始。本当の戦闘ってやつを教えてやるよ。かっこいいね。あ、来そう。かっこいいよな。よっしゃ、頑張っていただきましょう。なんかこう、重めの艦だと上に行って、軽めの艦だと下に行くみたいな感じになるんですよ。なんか今あれだな、敵影を見ずって書いてたな。今までも書いてたのこれ。なんかマップではあれですよね、気のせいだったっていう形、ま、感じですよね。今なんか敵影を見ずになってた。ちょっとかっこよくなってた。物は言いようだな。気のせいだったっていう、敵影を見ずって、同じこと言ってるはずなんだけど、やっぱ敵影を見ずって言った方がかっこいいもんな。やっぱそういった、物は言いようだな。今回ここがね、潜水艦マスなんですけれども、今回対戦はもう一切しててます。基礎にね、ちょっと嫌いじゃねえ、ソナーを搭載させようかなとも思ったんですけれども、こんな感じで潜水艦マスは随伴艦で軽巡や駆逐艦を伴ってるんで、そいつさえぶっ倒しておけば、まあ普通に勝てるんですよね。で、見ていただければわかると思うんですが、陣形が単王陣と、あと定型陣だったかな、だと思うんで、フラ戦の雷撃も、まあそんな脅威ではないんですよね。ですんで、もういっそ、対戦に関しては捨ててですね、まあ基礎の、まあある程度、まあ開幕雷撃と野戦戦力は、まあ、確保したままの方が、まあ、全体としてはいいんじゃないかなというふうに考えておりますと。はい。まあ、そうですね。まあ、問題なかったですね。まあ、これ、まあ、いいんじゃないかなと思います。よし。私が一番。おう、ビスコちゃん。何言ってるの。かわいいよね、ビスコちゃん。いいのよ。もっと褒めても。これやたらと褒められたがれるのかわいいですよね。なんかこう、すごい、凛としてるイメージがある割に、なんか、やたらと褒めてほしいがあるっていう。いいと思います。はい。そう、ここに行った瞬間、ここでなんか対戦開始みたいなのが出た瞬間、エラー入った。ここは単純、なんかね、あんまり、てか、ここで切れたんで、編成は見れてないんですが、どんな感じなんだ？対空っていうか、航空戦力に関しては足りて、おぉ！軽巡水機ちゃんだ。よく出るね、軽巡水機ちゃん。うい。軽巡水機ちゃん、あれだよね。こう、軽巡水機、離島水機ちゃんみたいに、こう、すごいこう、特定の場所でしかこう、出せないみたいな感じの名前じゃないですか。ないじゃないですか。軽巡水機って言うんだから。おー、危ねえ。勝負か。だから結構これからもちょいちょい出てきやすそうですよ。軽巡水機ちゃんってそこぶっ飛んで強いってわけじゃないから、序盤の軽巡とかなんだ、駆逐艦とかの水雷戦隊マップの、なんかボスキャラとしても、で、よしよし、活躍できるし、後半の、もうなんか最後の方のマスの中盤、なんか中間地点なんかの、なんか中ボスみたいな感じでも活躍できそうです。いろいろと、なんかこれから出番ありそうですよね。うい。軽巡水機ちゃんとはね、あれだから、僕は一緒に飲みに行った仲ですから。なんか軽巡水機ちゃんにはやっぱ、まあ応援しますよね。やっぱ一緒に頑張ってもらいたいなって思ってるんですよ。だからこれからも、どんどん出てほしいなって思ってます。軽巡正規ちゃんの飲みに行った話に関しては、まあ冬イベ実況の方見ていただければなと思いますけれども、今回ほらあれなんですよ、今回イベント始まる前に、なんだっけ、戦艦水機ちゃんだっけ、戦艦水機ちゃんともちょっとね、飲み行ったんで、まあその時にちょっとこうね、袖の下じゃないですけれどもね、まあ、ちょっと今回もよろしくお願いしますよ、戦艦水機ちゃん、戦艦水機さんつって、ちょっとこうね、飲み会終わった後にちょっと心づけの方をしてまいりましたんで、まあ、今回もま、ちょっと手抜いてくれるんじゃないかなと、前回みたいにね、ラストダンス2回ぐらいで突破させてくれてるんじゃないかなと思うんで、まあ、そういったね、まあ、こうやって、
あ、やっぱ重いな。もう見てください。この戦闘開始っていうのは、これ見よがしにアピールして、これでもか、これでもかと。大丈夫、エラー吐かないでよ。ボス戦でエラーとかちょっと笑えないから。動画的になんかあんまりよろしくないから頑張ってくれ。ほら、上見えねえもん。誰だよ、こいつ。こいつは一体誰なんだ。ちょっと、130ってことはなんだ、戦艦、もうわかんない。あ、これで見えるか？見えねえんだよ。誰なんだよこいつは。補給艦マスか。ここは、あー、輸送和球か。あ、なるほど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 。 OKOKOK。 輸送艦があれか、4体いるのか。これはあれですね、なんだ、クエスト任務の消化に良さそうですね。やっぱもう、ま、なんだこう、対戦中というかイベント攻略中でも任務の消化をできるよといった、そういった公式さんサイドからのこういったプレゼント的な、そんな感じですかね。今回のこのマップ自体がその敵の通信を破壊しろみたいな感じのテーマでやってますからね。多分ボスも確か輸送船でしたよね。結構艦載機運用能力。オッケー、ナイス、進撃。まあやっぱ問題なさそうですね。うん、確かに戦、なんか、軽巡スイッチャンとか出るんだったら、やっぱね、水雷戦隊というか軽めの編成で行くと、まあちょっとたまに、なんだ、大破艦とか出ちゃいそうだし、まあやっぱ重めの艦で行ってよかったかな。まあこれに関しては人それぞれだと思いますけど、まあ軽めの艦で行っても余裕で攻略できそうな感じではありますけれども、単純陣で行きます。よし、じゃあ頑張っていただきましょうか。ウェイウェイ、いけいけ。さて、どんな編成だ。ああ、やっぱフラ船がいるのか。まあ多少は歯応えありそうだね。まあでも野戦まで含めればまあ全然余裕でしょう、これは。よし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 。駆逐イキューちゃん、駆逐イキューちゃんかな、これ。駆逐イキューかな、駆逐イキューちゃん華麗に撃破しまして。なんかもう、あれだよね、もう最初の潜水艦マスかなんかでなんかふよふよしてる駆逐イキューちゃんとか2、3匹とっ捕まえてさ、なんか捕虜みたいな感じで、人質みたいな感じでさ、してみるっていう、そういった精神攻撃を仕掛けるのもこれまたありかなと思いますけどね。それだったらあれだよね、あの、なんか、軽巡水機ちゃんとかとっ捕まえてさ、やった方がいいよね。軽巡水機ちゃんとっ捕まえると、なんかこう、いろんな意味でなんか、危ない気がするな、薄い本が厚くなりそうだな。それはそれで僕はいいですけれどもね、今回のなんか、夏コミなんか、僕もなんかちょっと期待してますけれども。そんな、まあ、いや、やっぱり、あれだから、軽巡水機ちゃんは敵といえど、やっぱり一緒に飲んだ仲だから。そんな、なんか、あれだよね。そういったこう、乱暴な扱いはできない、僕には。僕にはできないね。オッケー、勝利した。オッケーオッケー。見てなかった、ごめん。そう、なら頑張った甲斐がありました。見てないっつってんだけど。ありがとう、ひえちゃん。ごめんね。見てなかったけど、これからも頑張っていただきたい。ほら、重い。よし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 。ここ変化高波出るんですよね。僕ぐらいになると一発つも。だあ。絹笠さんの登場よ。絹笠さんの上に見えないっていうね。もうなんなんだこれは。ちょっとこれ待って、ちょっと一回時間置いた方がいいかな。よし。艦隊が帰ってきたな。弱すぎる。あっぶね。すいません、収録するの忘れてた。あぶね。今ちょっと再起動したんですよ。ちょっと重たかったんで、それで再起動して一回収録切ったんで、また収録し直すの忘れてた。あぶね。追撃しません。最初の潜水艦マスです。まあ特に滞りなく。撃破できましたね。オッケー。私の活躍。ナイス、ヒエちゃん。ヒエちゃん可愛いよね。元気だし。頑張った甲斐がありました。うい。進撃します。なかなかね、どうもなんか他の三姉妹、四姉妹のうちのその三人がね、よく使う機会が多いんです。なんか知らないけど、ヒエちゃんあんまり使うことないんだよな。単獣人さん。ヒエちゃんも可愛くて好きなんですけどね。よし。さてと、頑張っていただきましょうかね。ここはなんだっけ？あれか、軽巡水機ちゃんが出るんだったかな。さあ、あれ、軽巡水機じゃないのか。あ、でもこっちの方がまだ楽なのかな。どうなんだ。フラ系空母はね、なんだかんだな、油断ならんからな。結構、巡洋とか基礎とかピンポイントで狙い撃ちにされたりすると、ちょっと嫌ですね。よしよしよし。滞りなく、とりあえず開幕来撃で一回撃破と。やっぱ、大市とか、
北上さんの影に隠れがちではありますけど、やっぱり基礎も強いですよね。まあ、やっぱ雷順でだけで強いよな。よしよしよし、あとはこいつだけだ。こいつさえなんとかすれば、よし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 、オッケーオッケー。かっこいいよな、基礎はなんかボーイッシュで、なんだろうな、こう山道とかでも蛇とか出てもなんかこう守ってくれそう、追い払ってくれそうだね。俺だったらもう真っ先にもう逃げるけどね、連れを置いて真っ先に逃げますけれどもね、蛇あんまちょっとね苦手なんですよね。女の子となんか仮に俺が女の子と山道を歩いていてだ、こうなんか蛇が出てきた時に女の子はキャー怖いみたいな感じのことを言うわけですよ。そこで僕は言ってやるわけですね。俺の方が怖えわバカっつって、でまあ僕はもうその女の子を置いて真っ先に逃げ出すと、そういったクズっぷりを展開していくわけですね。だがしかし基礎は違う、ちょっと待ってなみたいな感じでこう蛇をペペッと追い払ってくれるんですね。かっこいいな、すごいな、憧れちゃうな、かっこいい基礎みたいな感じで、いいですね、頼りになる。俺がガキん時に青大将となんかガチ決戦をした時に基礎もいてくれるかな、あん時に基礎がいてくれりゃな、助かったんだけどな。すげえ昔ね、あのガキん時に青大将とデッドアライブの死闘を繰り広げたことがあるんですよ。その話するか。あの自分ガキの時に両親が共働きだったんですよ。なんであの小学校から帰った時に、あの家に誰もいなかったんですよね、基本的に。帰った時になんで自分で鍵開けて中に入らないといけなかったんですけれども、まあ小学生に鍵持たせてたら泣くじゃないですか。それでまあ元来今もそうなんですけれども、私はあの自分の持ち物管理がバカバカな人間なんで、まあ輪をかけてなくしやすいということで、あの家の鍵をその室外機の家の室外機の後ろに隠してたんですよ。まあ結構なんかそういうことするご家庭もなんかあったんじゃないかなと思いますけれども、だから家に帰ったら室外機から鍵取って鍵開けて元の場所に戻して中に入るみたいな感じのことをしてたんですけれども、まあある日ね、ある日なんか昼下がりに学校終わってアホ面下げてさ家に帰ってたんですけれども、それで鍵開けるかつって室外機に向かったら裏庭に青大将がいたんですよ。青大将の安畜将がまあでかかった、今でもまあそれはでかい蛇ですけれども、ガキん時だったんで輪をかけてでかく感じましたね。まあただ今考えたらそこまで大きいサイズじゃなかったのかなと思いますけれども、だからもうそいつを倒すしかないんですよ。そいつの屍を越えていくしか家にたどり着く方法がないわけですよ。鍵がゲットできないから。あの時忘れましたね。本当に今でも本当に割と鮮明に覚えてますもんね。本当に焦った、脳内のアドレナリン的なものがバシャバシャでしたね。だからね、友達ん家に遊びに行って時間を潰すとかいう狡猾な手も考えたんですよ。ただあの時は結構夕方ぐらいなんか5時とか、なんか具体的な時間までは覚えてないですけれども、だったんで、まあ、多分今友達に寝ても門前払いされるだろうなということで、まあ、結局やっぱこいつを倒すしかないみたいな結論に至ったんですよ。なんかね、なんか覚えてる、今でもなんかその決意を固めたのを覚えてますね。でそれで奴のその一瞬の隙をもう結構本当に膠着状態が続いたんですけれども、一瞬の隙を見抜いてその尻尾を掴んでプルン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 振り回して、やつのこう遠心力を使ってして、これやつのこう頭部をね俺の体に近づけさせないように頑張ったわけですね。あれ、あの時ほどハイパーヨーヨーのアラウンドザワールドの練習をしてよりよかったと思った時はないですね。でそれをそのままポーンって吹っ飛ばして無事鍵をゲットしたということですね。まあ、今考えたらまあ言うて青大将だったんで、まあ、噛まれてもまあ痛いぐらいで済んだんじゃないかなと思いますけれども、まあ、あの時はもう本当に噛まれたら終わりだと思ってますよね。オッケーオッケー、ここで倒してくれてもいいんだよ、ここで倒してくれてもいい。ちょっと足りなかったか。まあじゃあラストは我らが基礎に決めていただきましょうか。これとか言って2本とも外したりとかしたら面白いけど、それは逆にスター性あるよね。そこまで行くと、そんなことはなくと、オーバーキルもいいとこ、すごいなこれ。なんかあれだな、こうラディッツに元気玉打ったみたいな感じになってる、かわいそうっす。よし、オッケー、問題ないですね。この調子で頑張ってもらいたいですね。さて問題はドロップですね。さっきは衣笠さんだったけど、あれ姿見えなかったからあれは脳幹ですね。今回が真の1回目のチャレンジ。ここで一発で高波を引き当てると、またかい。思わず二度見したわ。マジか、びっくりした。コントじゃねえんだから。まあまあいいでしょう。まあということでね、もう私と青大将のあの死闘について語り部になったところで今回終わりたいかなと。あの時ぐらいですよ、なんか生き物と命の危険を抱きながら対峙したことはね、あの時ともっとさらにガキの時にあのムカデと対峙した時ぐらいですね。まあその話はいい、まあその話はまたなんか、まあ、もし要望があったら次回お話ししますということで、また次回お会いしましょう。それでは。